1974年の近鉄バファローズでは、1974年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の1年目のシーズンである。前年優勝が期待されたものの最下位に転落した、チームは1973年まで半球を5度優勝に導いた西本幸男新監督に招聘。西本新監督の就任に合わせて、 ユニフォームを大きく一新し、両袖のラグランスリーブ部分を赤にした派手派手のユニフォームを導入。また、猛牛マークは炎との組み合わせとなり、ビジター用グレーからライトブルーに変更するなどイメージを一新したチームは開幕に臨んだが、前期は5位、後期は4位で終了。それでも、投手陣は鈴木刑事や神戸俊夫や大田孝二が一年間通してローテーションを守り、 打撃陣では4番の土井正宏や小川徹、南海から加入のクラレンス・ジョーンズが、それなりの成績を収めた。西本監督の1年目は、A クラス以、e、こそ逃したものの借金を大きく減らした。ことで選手に自信がつき、翌1975年の後期優勝につながった。タイトルではジョーンズが移籍1年目で、本塁打王に、鈴木が141奪三振で、 最多奪三振をそれぞれ獲得した。カード別では前年優勝の南海に11勝11敗4分と検討したが、優勝のロッテには9勝14敗3分と負け越した。優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。